紫式部ともう一人の夫、光る君へに学ぶ日本史。信孝との前にも結婚していた。紫式部は夫の藤原信孝が逝去したのを契機に源氏物語を執筆したというストーリーが定説となっている。ところが紫式部は信孝と結婚する以前にもある男性と家庭を持っていたとする説が近年注目されている。紫式部が信孝と結ばれる以前に別の男性と結婚していたとするもう一人の夫説を詳しく見ていこう。紫式部は貧しい中流貴族藤原為時の娘として生まれたためなかなか結婚できなかった。そのため彼女は20代半ば過ぎに親子ほども年上の藤原信孝と結婚したというのが定説になっている。ところが国文学者の上原作和氏は著書紫式部伝の中で、紫式部は藤原信孝と結婚する前に木野時文という男性と結ばれていたというのである。上原氏によれば当時の常識からして彼女が20歳半ば過ぎまで誰とも結婚していないのは不自然だという。そして藤原道長との関係についても御堂関白道長章という尊卑文脈の記述は無視され低粛な紫式部像が形成されてきたというのである。紫式部の父藤原為時は長く官職がなかった。そのため紫式部は婚期を逃したというのが定説であった。彼女の14歳から24歳頃までの10年間の同棲を知るにはわずか数種の和歌が残されているだけである。その中に片田替えに渡りたる人を詠んだ歌がある。当時の人々は陰陽道を信じ生活の中に取り入れていた。そのため自分の行こうとするところが陰陽道での避けるべき方角に当たったとき、一旦別の方角の知人や縁者などの家へ行って泊まった。そして翌日、そこから目的地に向かうというように、災いが起こることを嫌ったのである。片田替えに来た人物は、紫式部の家に泊まった夜、彼女に接触しようとした。その人物は以前から無条件に疑うことなく長く藤原信孝だとされてきた。しかし彼女の邸宅には信孝以外にも多くの男性たちが訪れているのである。紫式部は源氏物語で自らの結婚観、結婚の条件というものを提示している。彼女は浮船で、浮船がなかなか結婚できない理由として、ママ子であるからとしている。紫式部も早くに母を亡くしたが、父、為時は他の女性のところに通っている。当時はママ子の女性は結婚するのにかなりのハンデがあったようだ。当時の女性の初婚適齢期は12、3歳から20歳過ぎまでである。ところで父親の為時は官職についていなかったが、学問の先輩には優れた人物が多くいた。そんな中に御文処預かりの先達、紀貫之の嫡男時文がいた。
紫式部の祖父や曽祖父が紀貫之らの文人と広く交流していたことはよく知られている。紫式部の曽祖父藤原兼助は36歌仙にも選ばれた有名な歌人であった。鴨川の堤に大きな邸宅があったことから、紀貫之らもたびたび訪れ、兼助は堤中納言と呼ばれた。そして紫式部の邸宅に出入りした人物の中に紀貫時文がいた。紀貫之の嫡男時文は父親の意向もあって若くしてなしつぼの五人に選ばれている。なしつぼの五人とは村上天皇の命により選ばれた優れた歌人のことである。そして40歳近い年齢差がありながら紫式部と紀貫時文は結婚したというのが上原作家寿司の説である。紫式部が20歳とすれば時文はすでに60歳であった。紫式部集には彼女と時文の結婚生活を詠んだと思われる歌が2首残されている。紫式部は夫紀貫時文を通じて多くの文化人と婚姻となり、学識を身につけていった。紫式部が源氏物語で紀貫之や曽祖父の藤原兼助の歌を多く引用しているのはそのためだという。それでなければ源氏物語というあらゆる知識学識が必要な大作を書くことはできなかったというのである。紀貫時文は996年聖徳2年頃に逝去している。70歳であったと言われている。30歳になった紫式部は失意の中、2年後に父為時に従って越前に赴くのである。もしも紫式部が紀貫時文と結婚していたとすれば、後に親子ほども年齢差のある藤原信孝と結婚することにも抵抗はなかったはずである。紫式部が想像を絶する膨大な知識をどこで身につけたのかを考えれば、十分あり得る学説だと思われるのである。